面白いなと思ってイメージとちょっと違ったんで、ちょっとあまり喋らない人かなと思ったんですよ。あもっと喋んのかなと思って逆にトークもアグレッシブなのかなと思って全然めちゃくちゃ冷静だった予想と相反する内容となった大久保嘉人さんと鳥谷敬さんのスペシャル対談、2日目の今朝は2人の共通点をもとにプライベートな部分に迫ります。阪神を退団後ロッテに移籍した鳥谷さんは、家族を関西に残し単身関東で2年間生活。対して大久保さんは去年小学校4年生の三男桃李君と2人で9ヶ月間大阪で生活。単身赴任を経験されたということなんですけれども、どうでした？いやめちゃくちゃ楽しかったです。2人でこう生活できるんで、いろいろなことにチャレンジできたし、いい経験できました。最初単身赴任するって言った時に、はい、お子さん三男のお子さんが俺も行くって言ったんですって。はい、そうなんですよ、俺も行くって、まあ一人で行きたかった、逆本当は自由にしたかったんですけど来るなと言ったらやっぱ怪しいじゃないですか怪しまれるからそれは言えずだ、来るなら来いよと。だ本当に来ました。来るなよと。行けんのこれちょっと思いましたけど、これ結構ね使ってるんですよネタとしてね。あ、よかった。そんな大久保さんですが、いざ桃李君と2人の生活が始まれば、サッカーをやりながら、ピカチュウのキャラ弁当やタチウオの煮付けなど、驚くべき料理の腕前を披露。では一方の鳥谷さんは、もうほとんど自炊してましたね。得意料理はどうだったんですか？得意料理とかないですけど、まあ、とりあえず、ね、味付けの辛くして自分で食べたい、ね、ご飯に合うものにしちゃえばいいやみたいなのも炒めてっていう感じでしたけどね。どうですか、そのお二人でちょっとなんか料理対決みたいな。絶対したくないですね俺も絶対したくない、俺絶対負けますもん。いや結構いい勝負なんじゃないかなと思いますけどね。ハイレベル。なんで野球やめてまで料理対決しなきゃいけないやっぱ負けたくないですね。負けたくない、もう何でも負けたくない。負けず嫌い。では続いての2人の共通点とは、大久保さんと奥様の理恵さんとの出会いは中学時代。その後2人は高校3年生の時に交際を始めて、大久保さんがセレッソ大阪入団4年目の22歳の時に結婚。一方鳥谷さんは高校2年生の時に野球部のマネージャー1学年年上の優子さんと交際をスタート。そして阪神入団2年目24歳の時に結婚しました。きっかけといいますか、最後の一押しは何だったか。きっかけは2004年1年目の時にもうほとんど試合出れなくて、まあ、結婚するだしないだっていう話が出た時に、まあ、逃げ道として、まあ、レギュラーでもないし、まあ、チームも優勝してないし、ちょっとまた結婚はみたいな感じで、まあ、話を、まあ、たまたま向こうの両親とかいろんな人とこう食べてる席でそんな話していて、そしたら2005年レギュラーになってで優勝してあれあれみたいな、これはもうかなみたいな感じだった。男として二言はないと一応言ったしみたいな結婚の経緯を淡々と語った鳥谷さんですが、2006年1月に行った結婚報告会見では、普段から明るいですし、まあ、いろいろ気を使ってくれるので、まあ、そういうところがいいのかなと思います鳥谷さんは4男1女5人の子供のお父さん。対して大久保さんは4人の男の子のお父さん。家庭では一体どんな父親なんでしょうか。なんか伝えてることとか鳥谷さんあります？何らかのスポーツはやってほしいなっていうのはありますね。まあ、野球一人やってますけど、娘は新体操やったりとか、やっぱスポーツに関わって、まあ、それを軸になんか成長してほしいなっていうのはありますけどね。大久保さんはどうですか、お子さんにこれだけは伝えたいみたいなことは。いや、とりあえず子供には言ってるのは、その、まあ、悪いことはしない、警察沙汰は絶対ダメだ、もうそれだけ。イエローカードとレッドカードはいいのに。それは、はい、それはいいですそれはマジでサッカーでもそれはいけと、いけと、はい、は言ってます
子供はサッカーやってるんですか？やってるんですよ。みんな全員やってて。全員やってる、はあ、一緒にサッカーするけど、うん、負けても逆にこう自信つけさせてやりたいな。もう逆だな。俺も一緒に野球やったらもう小伝播にしちゃう。対照的ですね。ですね。そして3日目の明日は、プロに入るときにメジャー行きたいっていう思い、うわ、やっぱり海外行きたかったですね。鳥谷さんがメジャー挑戦の舞台裏を明かします。